ちょっと、うん、これはまあ新聞でも発表になってましたけど、はい、あでも昨日あの、うん、川村さんと入れ替わってたのを、はい、聞いて知らなくて、あ、そして、はい、昨日聞いてからって感じですね、うん、まあまあ、全体の構成そのものは、まあ、近畿は、はい、あれですよ、そうですね、どうしようかなという印象でした。まあ、番組的には鳥取くんにつくか、うん、まあ、短期になると思うんですけど、うん、鳥取くんが、うん、コメントちょっと待ってから決め、うん、まだ、はい、考えてますでしょうか。直接会ったりとかはこれまでは特にはないですか。はい、同じ会社ある、ちょっと喋ったかな、なんかその喋ったか喋ってないような、うん、そんな感じで、まあ、四日市の決勝、後ろ井上雅樹さんだったりして、ね、なんかそういうつながりもあれば鳥取は、はい、そうですね、うん、ついてもらえたらいいのかなというか印象もありますよね。決勝乗ってたし、はい、僕らもめっちゃいいレースしてたんで、うん、ですね、そうか、はい、ちょっとそこは鳥取さんと話して、はい、まだ来てないですよ。まあでも我々楽しみなのはビッグレース初出場で、はいはい、これから、まあ、特選シードでもあるので、はい、うん、準備はどうでした。中18日ぐらいがまあ直前は来ますけど、前半は結構練習できて、うん、まあ、調整してっていういつも通りな感じですね、うん、その、まあ、若干ちょっと時間かかったかなという感じはありました。そうですね、うん、まあ、本気ででも目指そうと思ってからは、うん、はい、半年っていうか1年かからずに、まあ、これ、うん、選考順位が違ったんであれなんですけど、うん、はい、まあ、出れたんで、うん、まあ、兄貴の秀明さんも兄弟一緒にっていうのを楽しみにしていましたけど、はい、そうですね、うん、2人でちょっと山田兄弟ムーブメント頑張ります、はい、初日から、はい、ちょっとまだ後からコメントをします、うん、並びお願いします。ありがとうございました。